こんにちは、カオルンです。今日はなんと一風変わってちょっとねおしゃれなイヤホンがありますので、こちらをね紹介していきたいと思います。それがこちらです。ドン、ハイファイゴーさんのトランブランドから有線イヤホン TA1 でございます。イエイ。こちらのハイファイゴーさんは中華系のオーディオメーカーなんですが、特徴がね2つありまして、1つ目はねとてもねカラフルなデザインのねイヤホンが多いです。特にね面白いなと思ったのが、季節に合わせたデザインだったりとか音質、こういうねイヤホンがあります。これはねちょっと気になりました。2つ目はねこちらのねパッケージをね見てもらうとわかるんですけれども、有線のイヤホンであってもこのね本体部分と実際のねワイヤーの部分、こちらをね取り外して様々なね組み合わせをして楽しむことができます。こういった特徴を持つねオーディオメーカーさんなんですけれども、今回はね至ってシンプル TA1 をねこちらを紹介して皆さんと一緒にねハイファイゴーさんの面白いところ見ていきましょう。はい、ということでまずはねズームして見ていきましょう。本体はねこのね銀メッキが結構ね高級感を出しています。左右がね赤と青に分かれてるのも素晴らしいですね。で、あとはねこのね側面ハウジングの部分に T と書かれていて、これね多分トランブランドということで T と書かれているんですけども、それもかっこいい、仕様となっています。そしてね次にワイヤーなんですけれども、こちらも結構ねがっしりしていて高級感が出ています。透明感がね出ていて、まるでね女性がつけてるアクセサリー、こちらのねイメージに近いと思います。あとはね付属品ですね、イヤーピース、上から低反発のイヤーピース、これね前ね JVC のイヤホンで紹介したんですけれども、結構ね耳にねすっぽりはまるし、遮音性が高いイヤーピースとなっているのでおすすめです。もう少しねサイズがねついていたら嬉しかったですね。あとはね白のイヤーピースと黒のイヤーピース、こちらがね3サイズついています。白のイヤーピース真ん中に関してはねなぜか本体にもついているので2個ついています。あとはねちょっとしたところで嬉しいのがね、このねワイヤーのねイヤホンって結構絡まってしまうので、そこをねしっかり束ねることができるテープがついています。あとはね先端の先っちょのプラグ、こちらも傷つかないように使っていない時にケースとしてはめるものがついています。あとはね説明書とパッケージになります。パッケージをねめちゃめちゃおしゃれなデザインでいいなと思いました。一方で説明書がね日本語がなくてねちょっと悲しいなと思いました。英語とね中国語しかなかったので、そこをね対応してほしいなと思います。実際にね音も聞いてみたんですが、結構ね広がりがあります。ここら辺のね空間を持っていて、ここら辺にブワーっとね広がってくる感じがあって、なかなか良いと感じました。音源そのままというより結構ねライブっぽい空間にしてくれるので、完全にね音楽鑑賞向きかなと感じました。でね、なんで音がいいかというと、このイヤホン本体の中に低音に強いダイナミックドライバーと呼ばれるものと、高音に強いバランスドアーマチュアっていうのが入っています。つけるとねこんな感じになります。見た目はね結構おしゃれなんですけれども、かなりね重たくできているので、少しねつけててストレスが感じるかなと思いました。なので動かないところ、例えば家だったりとか電車だったり、そういうところで使うかなと思います。以上がレビューになります。本体とねワイヤーをね分離できるのがねとっても面白い発想だなと思いました。結構ねデザインもいろいろ揃っているので、せっかくならね外に行ったらこういう色、家にいたらこういう色ってね手軽に使えたので、もう少しね軽かったらいいなとそこは思いました。もし今後ね他のデザインもゲットできたらね、ぜひレビューしていきたいと思います。ちょっとねワイヤレスになってもこういうねデザインの変化が楽しめるとか、音質がいいとかいうところも気になるし、あとはね先ほど最初に述べた季節のねイヤホン、こちらもねどういう音をしていてね見た目どんな感じなんだろうってね実際に見てみたいなと思いました。この動画のね概要欄にね今回紹介したハイファイゴーさんの TA1 のね商品ホームページ貼っておくので、ぜひぜひチェックしてみてください。ということで今回もカオルの動画ご視聴いただき本当にありがとうございます。もしね面白かったよ、楽しかったよ、役に立ったよと思ってくれた方は、ぜひぜひねチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。チャンネル登録者1000人を目指して頑張っていますので、ぜひぜひね応援よろしくお願いいたします。ということでまたね次回のカオルの動画でお会いしましょう。バイバイ。